数がたくさんあります。へえ。CG がない時代の映画なんて本当にセットを大爆発させたりしているので迫力の質も違うんです。それが逆に新鮮っていうか、そんな感覚がきっとあなたを成長させてくれますよ。ああ、そういうもんか。それにしてもあんた本当に映画が好きなんだな。目がキラキラしてるぜ。まあ仮にも名画座の支配人ですからね。今この多様化した時代を生きる人たちに昔の名作映画に触れてもらって少しでも感動を与えられたらと思うんです。忘れられた名作ってちょっと寂しいじゃないですか。エンターテインメントである以上仕方ないことかもしれませんが、時々はそんな映画を思い出してもらいたいんです。なるほど。それでこの名画座ってわけか。はい。この海猫座は老若男女それぞれが感動を体験できる場であってほしいんです。まあ中には眠ってしまわれる人もいますがそうだ、せっかくの機会ですし、ぜひお客さんも見ていってくださいよ。初めてのようですし、初回はサービスしちゃいますよ。え？いいのか？ええ、まずは海猫座の良さを知っていただきたいんです。それじゃあせっかくだし見ていこうかな。かしこまりました。それではご案内いたします。これから上映するのはロボットコックというクッキング系アクション映画の金字塔なんですよ。何度見てもいいんですよね。へえ。ってあんたも一緒に見るのかよ。当たり前じゃないですか。好きな時に好きな作品を見られるのが支配人の特権なんですから。あ、そう。さあ始まりますよ。上映中の居眠りなんてもってのほかですからね。素晴らしい映画を制作してくれた方々に敬意を払わないといけません。私から言わせてもらえば、まばたきすらももったいないですよ。おう、うん、やべえとは言いつつこの空間は妙に居心地が良くて、なんだか眠たくなってきちまった。だがせっかくの支配人の行為を無下にするわけにもいかねえ。寝ちゃダメだ。私には記憶はない。何のために生まれたのか、家族も友も愛する者もわからない。だがこれだけははっきりとわかる。私は料理のために生きるのだ。
たかった。よし、寝ずにいられたね。必殺ネオギャラクシーエクストリームフランベ。やっぱ映画館って眠くなる。面白かったな。ようやくラストシーンだな。この味、温かい母さんの味、思い出したぞ。この隠し味は塩だ。母さんの秘伝のレシピ、しかと受け継いだ。これからも俺は料理に生きる。面白かったな。なんとか眠らずに見ることができたな。しかしいい映画だった。映画の良し悪しに古いも新しいもないんだな。ちょっと感動しちまったぜ。この名画座がなければこの先もずっと見ることはなかったんだろうな。多様化した時代を生きる人たちに昔の映画を通じて感動を与えたいか。他にも映画やってるみたいだし、これからもまた時間を作って来てみるとするか。今日はありがとうな、支配人。って、お前が寝るんかーい。
鍵がねえな。みんなはクリスマスに社員旅行で温泉なのに、僕だけノルマ未達だから仕事だなんて。なんだこの音、こんな時間に会社に人なんて。まさか産業スパイ。なんか急に眠気が。眠たかった。よし、寝ずにいられたね。くらえ、ランケーブルトラップ。って、ああ、避けられた。じゃあ次はこれだ。給湯器熱湯攻撃。やっぱ映画館って眠くなる。面白かったな。最後まで起きてられたぜ。やった。
った。産業スパイを捕まえたぞ。僕だってやればできるんだ。早くこの話をみんなにしてやりたいな。あ、社長、僕やりましたよ。産業スパイから会社を。え、備品壊したから減給？そんな。エヴァって本当にいいもんだな。まあまあだな。おう、またよろしくな。へえ、腰が張るぜ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいるんだよ。やるぞ。まったく何が楽しいんだこいつは。どんだけどん底の町なんだよここは。まあ時期に慣れるさ。こんなのに慣れたかねえよ。ほうほう、こいつは珍しい。あ、やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録登録、学名は何にするか。コウモリ男とかでも悪くないが。おい、何してんだ。あ、ああすまん、この辺でなかなか見ない輩だったからな、つい夢中になっちまったよ。おっさん、何者だ。俺はドクター森笠、辻門博士と呼ばれてる。辻門博士、なんだそりゃ。気になるか。なら近くに俺の研究施設がある。そこで話そう。貴重な筋門のデータ入手に協力してくれた礼にお茶菓子でも振る舞わせてもらおう。お茶菓子だってよ。行ってみようぜ。だけどよ、この博士めちゃくちゃ怪しいぜ。食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞ。ただより安いものはねえんだ。ほら、行くぞ。ち、わかったよ。ここが俺の事務所、通称辻門センターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて、辻門について聞きたいんだったら説明してやろう。辻門とはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋門、筋門。は、はあ、ま、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋門と呼んでる。なんだか語呂もいいしな。で、あんたなんでその筋門のデータを集めてんだ。それはこの世界の平和のためだ。平和？
この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか、お前らは答えられるか？ああ、そう言われると答えらんねえな。だろう？多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。そしてそれがわからないがゆえに、今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだ。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで、一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってる。なるほどな。おっさん、うさんくさい割にはいいこと考えてんじゃねえか。だがなんでそんなことを始めたんだ？まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ？それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな、なかなか進んでいないんだ。まあそりゃそうだな。はあ、困ったぜ。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな屈強で気さくなやつがいればいいんだが。そういうやつが見つかるといいな。じゃ俺らはこれで。おい、ちょっと待ってくれ。なんだ、まさか俺たちに筋門のデータを集めろとか言うんじゃ。勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだけでいいんだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪い奴らと頻繁に戦ってるんだろう。ならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃねえか。とは言ってもな。頼む。辻門図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる。完成の暁にはお礼も出させてもらう。どうだ、お願いできねえか？お礼だってよ。やってやるよ。一番。俺に押し付けるなよ。ダグ、分かったよ。確かに誰かのためになるってんならこっちに損はなさそうだしな。ありがとう、恩に着る。よろしく頼むぞ、春日さん。で、登録ってのはどうやってやりゃいいんだ？まあ簡単だよ。まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。さて、あとは筋門の登録の仕方だが、百聞は一見にしかずとも言うし、実践で試してみるか。ああ、出てこいや。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。さあ、どの色がいい？赤か、青か、緑か。ああ、よくわからねえが、そうだな。じゃあ、赤で。赤だな、わかった。よし、お前らは赤のサポートに回れ。さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。え、もしかしてこいつらと戦えってのか？そうだ、そのアプリは敵を倒すと自動的に登録されるようになっている。こいつらを倒して図鑑に登録してみせろ。むちゃくちゃだな。さあ行け。登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ。
乗車しねえぞ。よし、行くぞ。ほら、ほら、どい。見せてやるよ。ほら、どいよ。どうするかね。なめんなよ。なんだと。見事だ。お前らを選んだ俺の目に狂いはなかった。その実力ならきっと危険人物を山ほど登録できるはずだ。そいつはどうも。で、これで登録されるのか。まあ、ほら、アプリを開いて見てみろ。こんな感じでいろいろな筋門を倒してデータを集めてくれ。集めた数により報酬は用意させてもらう。ある程度集まったらこちらからメールするから報酬を取りに来てくれ。なんだか面倒なことに巻き込まれちまったな。ああ、報酬ももらえるみたいだし、やってみりゃいいじゃねえか。俺たちは贅沢言える身分じゃねえんだからよ。まあそうだな。それじゃあこの世界の平和のためによろしく頼んだぞ。目指すぞ、辻門マスター
りだ。ほら来いよ。よし行くぞ。大丈夫か。あれが。よっしゃ。頭かち割るぞ。やってやるぜ。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。いなよ。おい、やるか。とっておきだ。おい、来た。してみろ。やめんな。俺の番か。やってやるぞ。強くなっちまったか。腰が外れ。あ、水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント。お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。え？汚い！入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。はい、乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ん？ああ、そう。休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ。ん？泣いてんの？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。はあ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ、悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな、胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。はあ、ん？
なんだあんたら喧嘩売るためにやってきたのか。え、ハロワの親父からはなんとか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。おい、一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か。ケツ持ちを呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは青龍会だ。泣く子も黙る横浜青龍会だ。それでもいいのか。ここは青龍会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前。本当に青龍会呼ぶぞ。それでもいいの。働かせてくださいや、店長。あ、何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。日本風俗反対、現金庁から撤退せよ。なあ、おい。
なあ。おい。よ。で、おい。はい。いえ。Oh. なあ。お？はい。
なんだって？はい。え？いや。なんだ。うん。うん。なあ。また。おい。
じゃあ。いいや。絶好調だ。席か。おい、あれ見てみろ。ナノハだ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、
素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めんのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。菜の葉の前に座ったな。あの男、裏引き相手なのか。二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だってこっからじゃ何にも聞こえねえぞ。カズが、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。わかった。すみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろ。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか？ずいぶんと疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いに。待て、受け渡しの瞬間を抑えてからだ。残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。でも父も。え？大丈夫ですね。え？あ、はい。すべてがお父さんもあなたも慣れますから。父に会うことは。それはできません。その方がいい。父を。お願いします。わかりました。さ、もう行きなさい。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。菜の葉さんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いっつぅ。悪い。おい、おっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。待てやこら。邪魔すんじゃねえよ。負けねえぞ。おい、来た。おい、なめんなよ。俺の番だ。見せてやるよ。ほら来いよ。どうするかね。
んか。おら、おい、来た。俺の番だな。一つ上の男。おい、なあ、社会福祉法人、おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど、こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっき社店で会ってた男はここの職員か。なんだとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。あのこちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん、ああ向こうだ、菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か。俺らその向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、中に入れてくれねえかい。すみませんが面会は親族のみとなっております。まあ普通はそうだろうな。いや面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ。菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんていくらなんでもおかしいだろう。